画もたくさん送っていただきましたので、それではまとめてご覧ください。 VTR、はい、いけますかね。自分の写真あったっていう人はね、うん、またで、はい、最初これ最初すっごい可愛いです。ちょっと最初いきなり始まっちゃうんで紹介しますね。最初はまず大塚さんからの投稿です。ほい、おお、かわいい、足かわいい。なんかぬいぐるみみたいな、はい、で次が、はい、もよどらにゃん、お疲れ様でした、はい、ごめんなさい、はい、はい、ごめんね、パツパツだからそれでこう服着してもやっぱすぐ脱がすのでね、はいはい、あんまりずっと着てると嫌がるんで、あ、いい、ごめんね、にゃんにゃん、飼い主さんがね、ごめんねって言ってるのもかわいい、にゃん、お疲れ、お疲れ、ね、お疲れ様です、ドラニャ、ドラニャお疲れと思ったらまだあるという、あ、ほんにゃん、もう入隊しました、ピリーズブートキャンプ、すっごい真っ白だね、あ、ここお前何やってんの。いや、にゃんも入隊してる時に可愛いんだよね、かわいい、ここ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 、あ、かわいい、かわいい、足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 が見えてるっていう、すごい真っ白だ、そっち。なんかすごい可愛い、はい、で次が、ゲータシアの猫ちゃんです。エリさんからの投稿、うちのオスカーです、一発芸で倒れてくれます、こうね、こうバキューンでやると倒れてくれる、今練習をしてるんですね。ちょっとシャーなしで倒れてくれた感じがあるんですけど、これ成功です、はい、おはい、で次さ、サクサクいきますよ、うん、で次はなんとベジタリアンな猫ちゃん、ええ何食べてると、マイケルさんからの投稿、タビー2歳男の子、大好物はインゲンです、うん、インゲン食べてます、これ本当にインゲン好きなのってさ、うちのおばあちゃんぐらいしか食べてないけど、いやいやいや、いやなんかね、草食系男子とか言葉があったじゃん、いやそっち草食系履き違えてる、正真正銘の草食系猫みたいななんか肉食系なのにっていう、いやでもこんだけポリ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 食べてんのもすごいと思うよ、すごいね、でこちらベジタリアン特集もこの VTR の次にもあるんですけど、うん、もうそちらもむしゃむしゃ食べてますからね、もう全国の野菜嫌いのお子様にぜひ見ていただきたい、うん、確かになんかインゲンってそんな好きでもないけど、うん、食べてるとだんだん好きになってくるよねまあそうかな、オスカー、あ、オスカーじゃない、すみません、タビーもそうなのかな、うん、後ろの猫ちゃんも食べるのかなってこちらですね、ベジタリアン第2弾、ゴロニャンさんからの投稿、うちのジンです、見たことない、ちなみにちなみに女の子よく鼻くそつけてますというか取ってやってください、取ってやってください、女の子って分かってるんだったら取ってやってください、取ってやってくださいはい、でこちら先ほどのメルモモさん写真にもありましたけど、あの、はい、仲良しのにゃんこの格闘ラグドール2匹もねすごいなんか優雅だよね、戦いも、ね、なんか怒ってんのか怒ってないのかみたいな、こちら、ね、ラグドールという種類の猫ちゃんに関しては、うん、来月もうちょっと詳しく特集しようかなと、はい、そうだね、なんか知りたくなったね、可愛いよね、毛布に負けないふわふわさだったじゃん、本当になんかもう戦ってる間に入りたくなるぐらいね、もう入って確実になんかもうボコボコだよねなんかもうやめるんだみたいな、そう、橋場さんこんばんは、橋場龍之介さんもね、これが本当のキャットファイト、橋場龍之介さん、はい、これ可愛いです、剣王さんからお祈り猫ってこう、はい、食前にお祈りする我が家の、これお祈りしてんの、お祈りしてるっぽいなんかむしろなんか飯くれ飯くれって言ってたあ、まだやってんの、飯くれ、ま、すごい必死飯をもうまだやるんだっていう、あ、で止まったかなと思うと、うん、お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 、あ、まだやるやっぱ飯くれって、かわいいよね、かわいい、なんかこう二本足でやってるのがまだやってる、ください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 っていう、
どういうタイミングで覚えたんだろうねこれ。あまだやってるよ。でももうさ、もう誰かこの子にさ、ね、なんかあげてやってくれっていう。インゲンやってくれっていう。もうあげてっていうこの子に。かわいそうに。はい。はい。ねえ、ずいぶんね、かわいいねえ、うん、本当に。なんかネタだね、あそこまで行くと。ネタだね。はい、他にもね、いっぱいあったんですよ、投稿は。うん、でもやっぱりこう携帯で撮ったのかなと思われるようなサイズのものとかもあって、ちょっとね、あのこうスティッカムの荒い画像ではちょっと お送りできないものもいっぱいあったので、はい。で、うん、はい、で動画の中には、うん、なんとね、うん、あの可愛いのやね、先ほどのように面白いのだけじゃなくって、うん、あのとっても感動的なものもたくさんありました。うん、本当にね、あのこう野良猫を拾ってみたいな。あ、ドラマがあるからね。そうなんですよ。でその中でもたくさんあったんです本当に、はい、で今日は2点ご紹介したいと思います。わー、ね、終わった後どうしよう。終わった後でこれね、多分皆さんハンカチの用意をした方がいいと思います、うん、何気にここに花紙がある。ここに花紙があるんですよ。マーチに花を噛めと。はい、皆さんハンカチ用意できましたか。できましたか。お橋場さんすでに感動したって早いですよ。早いんですけど。なバカな。はい。では、はい、VTR の方が用意できたのかな。できてますね。はい、じゃあまず、うん、イカケヤマさんからの動画です。ミリ2009年6月に来た子猫。はい。はい、では VTR をお願いします。2009年6月10日に生後1ヶ月の子猫を拾いました。栄養失調で体はガリガリ、目やにで目はつぶれかけ、鼻くそで鼻の管が詰まり、外耳炎なのか耳の中は真っ黒、そして回線などで全身脱毛。ペットの飼えるマンションに急遽引っ越し、目が見えない子猫に朝晩ご飯と薬をあげて、下痢で毎日うんこまみれになる子猫を毎日シャンプーしてあげました。2ヶ月もするとご飯も自分で食べられるようになり、毛も着実に生え、初めは見えなかった目も今や疑いようもなくちゃんと見えています。まだらの物体だった眼球を